エムネコちゃん、いいところにいた。ちょっと俺の部屋に来て。入って。ああ、もうほんとやだこれ。ねえ、着替え手伝ってよ。俺ボタン苦手なんだよね。早く濡れてんだから。ねえ、コウ君。さっき仕事行ってたって聞いたけど。うん。どんな仕事なの？え？M猫ちゃんって何にも知らないんだね。アイドルやってるんだ、俺。え？アイドル？そうだよ。ボタンありがとう。コウ君、その傷。ん？ああ、これ。気になっちゃった。それじゃ、おとぎ話をしてあげる。生まれた時から一人ぼっちだった少年の話。あるところに物心ついた頃から汚いマンホールの中で暮らしていた少年がいました。外の世界を知らない少年にはずっと憧れているものがありました。それはマンホールから見える小さくて丸い空。その明るく綺麗な空を自由につかむことです。彼は外に出ればそれは叶うと思っていました。そしてある日突然、少年は外に出ることができたのです。新しい世界に少年の心は期待であふれます。ですが連れてこられたのはある施設でした。そこにはその少年のように行き場のない子供がたくさんいて、マンホールの下よりもっとひどい世界が待っていました。他の子より美しかった少年は綺麗な服と美味しいご飯を与えられました。けれどその代わりに金に物を言わせる貴族たちの餌食となり、人以下の扱いを受けたのです。世の中にはさ、不完全なものほど美しいって思う人がいるんだってさ。なんで君がそんな顔するの？そんな辛いことどうして明るく話せるの？でもいいこともあったんだ。え？兄弟ができた。そこでルキ君たちと出会ったんだ。そうだったんだ。ねえ、エムネコちゃん、一緒に寝てよ。え？そう、いいね。